うせ無理ですよ。それは無理。さっさと逃げればいいものを。こういうことなんですよ。皆さんこんにちは、今回は手鏡マイケルで遊んでいきたいと思います。さあ今回はですね、最近何かと話題の新パーク闇との対面、こちらが手鏡マイケルと非常に相性がいいんじゃないかということで持ってまいりました。これ早速いけそうだな。 OK、 これでおじいちゃん呪縛状態になりましたと。でおじいちゃん以外のサバイバーは25秒おきに叫んでオーラがちょろっと見えます。 OK、 一応ですね、自分の信用範囲外のサバイバーにしか効果はないんですけど、手鏡マイケルさんご存知の通り信用ゼロ探知不可なので、どこにいても叫びます。でまあ、手鏡マイケルは普通にオーラが見えるんで、そんなね、別に索敵に関してはそこまで重要じゃないと。まあ、遠いサバイバー探知できるのは便利なんですけど、今回持ってきているずさんな肉屋と狩りの興奮、こちらがメインになってまして、まず闇との対面で あんな感じで叫ぶとアクションが中断されます。よいしょ。でまあ治療中に叫ぶとアクション中断して、ずさんな肉屋のね、出血効果で、治療ゲージが一気に減少するので、それでね、それが続くと結構治療に時間を使わせれるかなということで相性いいかなと思いまして、で狩りの興奮がですね、まあ、通常トーテムって20秒ぐらいで壊せるんですけど、狩りの王と狩りの興奮あるとめちゃめちゃね、時間がトーテムを壊す時間が伸びるので、まあ、25秒じゃ壊せないと。なのでデッドハード OK。なので普通に叫んでからすぐ壊し出しても、すぐね、またその壊しきる前に叫んでアクション中断されてトーテム壊せないと、よいしょ、という状況が作り出せるので、ちょっとね、今誰や呪縛状態、多分今ローリーかな、今ローリーが呪縛状態やと思うんですけど、あのローリーぐらいじゃないとトーテムは壊せないですね。よいしょ。その前に叫んじゃうんで。おー、いいね、いいね。あっちに釣られてる人ともう一人。はいはい。よいしょ。で、とりあえずローリーがダウンするか、完全に回復するまで、この闇との対面の効果続くので、よいしょ。あ、これは、ローリーとどっちが早かったの？回復したのと、ペンミンを負傷させたの。ちょっとどっちが早かったか分からんかったな。ん？おじいちゃん、それはやばいね。よいしょ。これはけど続いてるのかな？どうなんだ？闇との対面光ってるな。光ってるというか、あー、けど叫びましたね、やっぱ。ということは、また、今、フェンミンが、呪縛状態になってるのかな？さあ、闇との対面が終わりませんよ、サバイバーたち。きついんじゃない？これ。でね、多分ね、エイダと、フェンミンもそうなんやけど、全然治療、まあ、治療多分結構むずいと思うんですけど、セルフケア持ってないんちゃうかな、これ。見えてますよー、いいねー。あー、なるほどね。これね、あぶねー、デッドハード。味方に治療してもらえば、多分、なんとか、治しきれるかなとは思うんですけど、セルフは多分きついですね。よいしょ。やっぱフェンミンやな。フェンミンが呪縛状態と。なので、フェンミンが他のサバイバー治療して回られると厄介なんですけど、それも難しいでしょうよと。おじいちゃん、それはまずいね。まあまあ、治療だけ邪魔して、多分回復手段ないんじゃないかな、フェンミンとか。なんかなさそうな感じするよな。みんなね、医療キット持ってきてたんですよね。
いや、手鏡マイケル相手にセルフケアなし、地獄やで、ほんま。やってるね、また二人で、イチャコラと。で、フェンミンをダウンさせると、闇との対面は終わっちゃいますけど、いいね、いいね。まあ、これは、他行くか。フェンミンには、呪縛になっといてもろって、で、一応ちょいちょいトーテムは確認しとかないと、あ、けど、どうせ無理ですね、それは。それは無理なのよ。はい。こういうことなんですよ。これは今ね、フェンミンしか壊せないんで、狩りの興奮ある状態やと。いいね、発電機、なかなか回らないな。素晴らしい。よいしょ。トーテム壊せるのはフェンミンだけなので、しっかりね、そこだけ。おー、いいね、いいね。しっかりこの辺のオーラを確認しつつ。まあ、やっぱ手鏡マイケルでオーラ見て、トーテムいじってないかどうか確認できるの、なかなか便利やな。ありやな、やっぱ。いいですね。フェンミンやっぱ回復しないから手段がないんじゃないかな。これ回復せな無理でしょ。救助にも来れへんと思うし。あ、けど来てる。フェンミンか。まあまあ、ここはダウン取って。まあ殴っとくか。さあ、これで一回闇との対面が、あ、やっぱ暗くなるな。ちゃんと発動してないときは。これで闇との対面は一回終わりましたが、カリコはここと。さあ、どうする？ローリー殴りたいな。多分、エイダずっと回復してないから、やっぱセルフケアないな。それかもう闇との対面で邪魔されるから、もう嫌になってセルフケアしてないか。で、おじいちゃん発見。あ！二人いる。エイダだな。オッケー、これで、ジージは終了。よいしょ、いいね。ちょっとやっぱね、手鏡マイケルって、面白いし、サバイバーびっくりさせれるから、まあ、結構人気はあると思うんですけど、強さで言うと、やっぱ、あんま強くないというかね、結構がっつりキャンプしないとなかなか厳しいかなと思ってるので、まあ、チェイスがやっぱきついのがね、しんどいっていうので、あ、なんかトーテムの近くでやってる。その手鏡マイケルでこんだけ、あー、なるほどね。ガードして壊させてってことか。ただ、仮壊しいんだけど、また闇との対面は発動したので。いや、結構安定して戦えてるな、マジ。で、今回はですね、あら、闇との、狩りの興奮壊されましたけど、こっからさらに、ペンティメントが発動するという、地獄構成。多分、あそこはもう位置バレてるので、壊されるかなと思うんですけど、まあ、闇との対面を恐れて、普通に白トーテムもいでくれるかなと思ってペンティメントも持ってきたんですが、それはなかなか、あー、レッドハードか。それはなかなかもいでくれないね。まずいですよ。OK。あー、で、これは、あー、闇との対面が死去しました。まあまあけど、十分。もう壊滅的ダメージ与えれたんで、十分仕事した。あとはペンティメントに任せろ。闇との対面。まあまあ、位置バレはしてるんで、壊されるとは思うけど。オーケー。いやー、いいねー。めちゃめちゃ安定してるわ、なんか。ちょっとねー、セルフケアを持ってきてない感じがするから、ずさんな肉屋が刺さってるかどうかってちょっと分かりづらいんやけど、結構、あ、来
てますね。それはまずいですね。結構発電機の回るスピードも遅いし、刺さってんじゃね？厄介そうやけどな。まあ、やっぱね、今この闇との対面が、ああ、倒さない。探知不可キラーが使うとマジで強いと。特にレイスですよね。巡回も早いし、まあ、チェイスもまあまあ、最近はそれなりに戦えるので、レイスが使うともうバカ強いと。で、貞子とかも相性いいと思うし、ピックとかもね、しゃがめば探知不可になれて、逆トラを解除してる時に闇との対面発動すると、またこれもね、アクション中断で位置からジグソーボックス調べないといけないという状態作れるので、ピックもなかなかに相性いいかなと思います。さあさあさあ、ダメだよ。あー、うまいなー。結構、2回待ったけど、それでもダメか。そこはね、もう激強板があるんですよね。倒させるか。ローリーもセルケアないんかな。あなたたち医療キットに頼りすぎよ。どっちにしろこれ別に闇との対面なくても意外に刺さっとったかもせつ意外に普通にずさんのみでいけたかもせつやけど、まあまあまあ、結構最初闇との対面ありきで混乱はねあったんじゃないかと。ノー。いや、まあまあ、もう普通にチェイスするのはきついんやけど、まあ、こうなると奇襲もクソもないんだよな。もうどうしような。あー、治っちゃうか。厳しいなー。あ、けどそこ板ないよな。あー、意外に追いつけねえ。うわ、マジか。追いつけねえか、あれ。意外にやっぱおっせえな、足。4.2 は。まあ、それはこれで 4.4 とかあったら、そりゃ強いけども。ちょっと別行きましょうか。あ、やってますね。うん、ダメです。 OK です。いや、面白いですね。ちょっともうね、闇との対面もなくなって、カリコもなくなって、よいしょ。ペンティもなくなってということで、パークはずさんな肉屋のみという、非常に、なんか見応えのない感じになってますけれども。おー、直接抜け取ったね、あのオーラは。こういう時になんか起きがち。あれ？なんか二人来たぞ。諦めてる感じか、もう。これは、普通に頑張ってチェイスする。足寄せー！よいしょ。おー、なんかちょいちょい止まるのは何なんだ？よいしょ。デッドハードはどうなんだい。倒す、戻る。オッケー。いや、ペンティメントもありやけど、白トーテム模擬してくれてたら、もうちょいペンティも刺さってたかなとは思うんですけど、ここやっぱ、あれやね。よいしょ。普通に腐敗の気配とかで疲労させるのもありやね。
基本的に探知不可キラーというか、まあ別にどのキラーでも結構刺さるパークかなと思いますけど、おお、あぶね真下に出て、特にね探知不可系のキラーはマジで相性がいいパークなので、ぜひ使ってみてください。ずさんな肉や狩りの興奮があると、治療を止めて、遅延したりとか狩り子をね壊せない状況を作り出せたりということで、非常に面白いパークとなっております。いや、ほんと久々になんか手鏡マイケルで、いい試合ができたかなと思います。満足です。というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。